昨夜、姫路市で小学4年生の男児が自転車に当てられ重傷を負いました。自転車を運転していた男は救護せずそのまま立ち去り、警察がひき逃げ事件として捜査しています。昨日午後7時前、姫路市北原の路上で帰宅しようと歩いていた小学4年生の男児が後ろから追い抜いてきた自転車に当てられました。男児は転倒し、左腕の骨を折る重傷ですが、自転車は救護することなく、その場を立ち去ったということです。警察によりますと、運転していたのは黒髪で短髪の若い男で、青っぽい自転車に乗っていたということです。事故当時、現場は暗く、目撃者もいないため、警察はひき逃げ事件として、付近の防犯カメラを確認するなど、逃げた男の行方を追っています。